そうか、そうなるのか。いやいや、これで、はい。はい、実況させていただいております。スロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ネット画廊伝説2ですね。はい、こちらをやっていきたいと思います。まあ、これ、宝が移植したね、画廊伝説の2のね、ゲームボーイ版ですね。はい。ストーリーモードね。はい、もちろんね、アンディで僕は行きます。得意なんでね。で、相手はね、知らぬい前に。おー、懐かしい。クーハダン。残影剣、残影剣昇竜弾、飛翔剣、飛翔剣、まあ、食らってくれた。空波弾、空波弾ちゃうわ、昇竜弾。10円分食らった。クワハダン出にくいな。出たクワハダン。ああ、捕められた。課長戦あれ出ないな、技が。残影剣、ああ、やられた。残影剣出たけど、やられた。うわ、強えな。空波弾が出にくいな。ああ強い。ああやられた。ちょっとゴブゴブぐらいになってるな。あれ出ないな。ああやばい。やばいやばい。ああ出ないぞ。やばい。ああやられた。あかん、強えな。我が剣は疾風を誰にも止めさせないわ。いやもうさ、テレビで言うテレビで。バーナクル。うん、クラックシュート、クラックシュートね、これね。パワーウェーブ。パワーウェーブね。ライジングタックル。やばいやばい。
応こっちが押してるけどな今は。ああやばい。よし当たった。でもこれね、結構よくできてるんですよね。見た目わかんないですけどね。わからないと思いますけどね。結構ね、よくできてるんですよ。完成度は高いんですよ、このゲームとしてはね。うん。よしよし、倒した。結構減るなぁ。やばい。ああ、クソ、食らった。パワーゲージはね、出ないね、なかなか。コマンド知ってるのにな。これね、ヒットポイントがやばくなるとね、点滅しだすとね、これ、超必殺技とか何回でも出せるんですけど、わかんな、出ないな。全然出ないぞ。わかんない、一線が長すぎる。あ、倒した。あんた、手応えあったぜ。うん、確かに。久しぶりのファイトだから力がありまってるな。多少の怪我は覚悟しろよ。あ、これ同キャラや。テリー対テリー。うわ、絶対強いよ、これ。めっちゃ打ってくるな、パワーウェーブ。あー、やられた。これね、熱湯シリーズって言って、宝のね、ゲームボーイの熱湯シリーズいっぱい出てるんですよ。 KOF とかね、サムライスピリッツとかね、あのワールドヒーローズとかね、あとガロ伝説 のね、あのリアルバウトガロ伝説スペシャルも出てますね。はい。あとあの KOF95 と KOF96 とね、とサムラスピリッツも2つぐらい出て、全部でね、6本か7本ぐらい出てるんですよ、熱湯シリーズね。あと東神殿も出てますからね、熱湯東神殿ね。これがでも一番有名ですかね、熱湯シリーズは。出ないなあ。あ
いわいわい。あんなパワーゲートが出ないな。コマンド違うかな。合ってると思うんやけどな。出ない全然。あ、やばい、やられた。ダメだこりゃ。もう一回ハンディでいこう。よしよしよし。ああ、投げられた。なんか出ない。もうこれ、クーハダンをね、アンディの場合はね、マスターしてね、クーハダンを使ってうまいことね、これ、ダメージ与えるんですけど、クーハダンが出なかったら何もならんのですよね。全然出ないやん。連発で出るぐらいじゃないとダメなんですよ。ああ、ライズタックルされた。ああ、やばいやばいやばい。わかんない。ヘタリプレイですな、今日は。ああ、やられた。全然出ないなぁ。もうアンディは空破弾が出せてなんぼですからね。空破弾でほとんど攻める方がね、一番いいんですよ。いや、その空破弾が出なければ何にもならないですよ。ね、飛翔剣と昇竜弾とね、残影剣だけで戦うのは大変なんですよね。空破弾でほとんど攻めていく感じなんでね、使い方としては。まあ、出ないなぁ。ダメだこりゃ。あんた手応えあったぜって兄弟やろうって言いたくなるわ。じゃあこれ使うか、キムね。半月山ね、飛燕山ね。あ、やばいやばい。そうそう、この技もあるんですね。上からこう踏みつけるみたいな技。出にくいんですよね、あれ。現状やばい。あ、やばい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 。あ、これ挑発やな。
超熱いやん、おい。やめた。あかんな、これ出にくいな、この技。この上から踏みつける技ね、なんで出にくいな。ライジングタックルされた。砲脚もね、出ないんですよね、なんか知らんけど。なんで挑発が出んねん。挑発はええっつうね。あかん、出ないな。なんかやばい、やられるじゃんか。なんか出ない。やばい。ああ、もう終わった。わかんな。これレベル1でやった方がいいな。レベル1というか、イージーでな。やるなら。ノーマル無理やな、これ。やるならノー、あれやろ、イージーで。イージーじゃないと無理ですね、これは。難しすぎます。はい。じゃあこれ、あ、パンチボタンかな。多挑戦。あかん、ダメだこりゃ。超必殺忍び鉢、必殺忍び鉢がね、パンチボタンやったっけな。あー、クソやられた。あれ出ないな。やられた。厳しいなこれ。これはちょっとね、レベル下げた方がいいな、これ。無理やわ。こんなもんね。激ムズやで、こんなもん。これでいきましょう。じゃあ、これに行こう。
がイージーだったらちょっとはマシでしょう。ちょっとは進むでしょう。それでもガードするね、結構。あ、チンシンザンね。でも、風波弾が出ないなぁ。やられる。全然出ないな、空波弾。あんな、昔もっと出せたと思うんやけどな。イージーでもこいつ、敵ガードしよりな。あ、出にくいな。強いぞ、イージーでも。もう技出なかったら話にならんからな。残影剣も出ないしな。タミ系が出にくいのかな、ちょっとこのゲームはね。そんなことはなかったけどな。前、昔やった時はバンバン技出ましたけどね。下手になったってことかなぁ。あ、残影剣出た。うわ、やばい、やばい、やばい。うわ、ちょっと強いぞ、めっちゃ。イージーでも。出ないなではいるけど、こっちがね。わかんな、出ないなぁ。やばい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 。証券も出なくなったぞ。あ、やっと倒した。いやー、ちょっとこれは、今日のプレイはひどいな、ちょっと。これじゃあ、ほとんど勝ってないからね、まだね。こいつはね、なんかね、太極拳の使い手のね、まあ、障害者っていうね、設定なんですよね。すごいマニアックな設定ですけどね。障害者なんていう設定をね、ゲームのキャラにつけるなんてね。あ、倒した。やっと倒した。
私にアダルトはついてないね。忍の戦いはどちらかが死ぬまで覚悟するのね。さっきも戦ったけどな、まあ、今度はイージーですからね。やってきた。そうそう、これがあるからな、これね。おお、やばいやばいやばい、やられるやん、これ。あかんな。ああ、やられた。せっかく出ても当たらへんかったら意味ないな。ちょっと待てよ、おい。あんな出ないな。ああ、カンカードされた。あ、やばいやばい。やばいやばい。あれあれ、やばい。あ、倒した。一回倒した。いやー、マンネリプレイやな、今日は。なんかダラダラプレイって感じでね。ほとんど進んでないからね、これね。使ってね、こう削っていくんですよね、うまくね。連続で出ないとダメなんですよ、クーハダンは。おー、ちゃんとあれしてるな、なんていうのか、挑発しててもガードはしようくね。あ、よしよしよし。やばいやばいやばい。おーおー、大ダメージ。これね、こうね、下を押しながら、こうやって、あれ、出ないか。あ、出ない。あ、でも倒したな。これ、うまくやればね、超劣化弾っていう、超必殺技が出るんですけど。出ないな、なかなか。ああ、
テリア。これは絶対強いわな。ああ、ワンナックルさ、返された。ライジングタックルで返された。うわーやばいやばい。あかんな、超レップ弾出ないな。あ、出た、超レップ弾出ました。今、あ、でもやられたか。YB ボタンか。残影権も出にくいな。これ超劣化弾ですね、今のね。これ超劣化弾ですね。はい。何回でも出せるんですよね。うん。お、倒せた。おー、出た。超劣化弾はね、スーパーファミコン版よりも、ゲームボーイ版の方が出やすいんですね。はい。これうまく利用すればね、勝てるんですよ。やばい時ね。これでやっと1回勝ったかな。うん、やばい時しか使えないからな、超劣化弾はな。ほんと苦肉の策ですよね、ほんとね。超必殺技を連続で出して逆転するっていうか、ね、考え方ね。投げられた。よし、使える。あ、まだか、まだやな。あ、使えるな、そろそろ。あー、跳ね返された。あ、出なかった。これね、超劣化弾ね。その代わり敵もね、使ってきますから、超必殺技ね。あ、くそ、当たらんな。よし、使った。ついてないね。ジョーね。あ、やばいやばい。おお、スラッシュキック。なかなか技出ないな。あ、やばい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 。やばい。スラッシュ結構してきた。よし。よ
試合を。これで逆転するしかないんですよ、もう。あー、くそ。これで勝てなかったらもう、万事休すですけどね。これ出して勝てなかったら万事休す。惜しかった。空波が今出たのにな。なんか出ないな。あかんな、空波弾出なかったらな、戦いにくいよな。空波弾と残影剣が出にくいんですよ。飛翔剣とね、小竜弾だけで戦うってなったら厳しいのでね。あ、やばい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 。よし、超劣化弾でね。これで逆転狙うと。あ、アクソ出ない。出ないときは出ないよな。アクソ出ない、やばい。あかん、当たらんかった。いいガードされた。わ、ガードされたら何もならんねん。あかん、やばい。おー、相打ちや。ドローゲームやな。稀に見るドローゲームですよ。もう無効にされますからね、今の戦いは、ね。あ、やばいやばい、これ強いな。イージーでもこれかい。うわ、やばいやばい、これでもちょいさぞ。 あかん、そう、出てもな、これじゃあかん、ガードされるな。上東強えぞ。ああ、終わった。いや、負けた。強えなー、上東強えわ。空波弾が出にくいしなー。出ないなやっぱり、スラッシュ爆裂拳やってる時にね、飛翔拳当てればね、結構あれいい感じになるんですけどね。なかなかそんなグッドタイミング、この時にね、そう、当てるんですよね。爆裂拳やってる時に当てるというのね。うん、今回こっちが押してる。そう、この時当てるんですよね。ほら、こういう時ね、当てるんですよ。うん、これも一つの作戦ですよ。あ、勝ったな、これ。はい、勝った。先生にすごい時間かかってるな。あ、こいつあれやね、あの山田十兵衛か。こいつも強いからな。うんね、このせんべいじいさんね、強いんですよ。ってくるからな。せんべい処理券打ってくるから。
証券ね。あ、挑発してる。うん。よしよし、当たった。よしよし、いい感じやな。当たった。ファイトとか言ってくれないな、いきなり始まるんやな。じゃあ、おやばい、おやるな、あやばいやばい、あやばい、あかん、やばいやばいやばい、これはもうあかん、当たってない、全然あかん、出ないな、出ないじゃん、当たれへんな、おやばい、あーあかん、投げられた、あーあかん、あれやってもね、やられたらどうしようもないな。ああまだこれ投げられた。空破弾が全然出ないな。あ、やば、また投げられた。よしよし、当たった。あ、また投げた。まあ柔道ですからね、こいつは。投げ攻撃はね、結構当たね、ダメージ大きいんですよね。あ、使える。あー、クソ出ない。あー、あかん。あー、クソ。当たらなかった、全然。あ、線低いからか、こいつ。当たりにくいなぁ。うわぁ、厳しいなぁ、これ。飛び道具は使うわ。近づいたら強いわ、でも。全然当たらへんもんな。あかん、無理やなこれ。はい、じゃあもうここで終わりますね、もう、うん、はい、終わりでいいです。はいはい、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。